BAR-007 は BAR が2005年の F1 世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。2005年の開幕戦から最終戦まで実戦投入された。開発責任者はジェフ・ウィリス。その後2005年から2006年のオフにかけて2006年用 V8 エンジンとギアボックステスト用マシンとして B。 AR-078 が製作され、ホンダ RA-106 が完全に揃うまで使用された。2004年シーズンにおいて、チーム最高位となる、コンストラクターズランキング2位を獲得した、原動力、BAR-006 を各方面から見直し、2005年レギュレーションに対応したマシンが、007である。重量配分を若干フロント側に寄せ、 ホイールベースは 3085mm まで短縮した。ダウンフォースを削減するレギュレーションに対応してフロントウィングの中央部分が大きく下げられスプーンのように丸まった形状になった。サイドポンツーン後方は小さく絞られている。エンジンは2レースを1台でカバーするので2004年よりも耐久性能の向上が求められたが、ホンダは性能は昨年並みで 耐久力を2倍という高い目標を掲げた。自社製のギアボックスは変速時の駆動ロスを減らすシームレスシフトを採用した。開幕戦オーストラリア GP から第12戦ドイツ g p までは第1世代型である QS1 が第13戦ハンガリー GP 以降は第2世代型である QS2 が使用された。 QS1 は2003年の終わりから開発を始め、4速から7速がシームレスシフトとなった。信頼性を考え、トルクが大きい1速から3速は通常シフトとなっている。QS2 はすべてシームレスシフトが可能となっている。2005年1月13日、イギリスのシルバーストーン、ナショナルサーキットで佐藤拓馬によってシェイクダウンされた。 同月16日には、スペインのカタロニアサーキットで、報道陣などを招いての新車発表会が行われた。発表会の後、続けて、バルセロナでのテストを予定していたが、路面舗装の都合により、バレンシアサーキットでのテストに変更された。その後、同月25から28日、2月1から4日に、かけて、バレンシアでの合同テストに参加するも、ロングラン中に、 幾度となく発生するエンジンブローとグリップペース不足に悩まされた。プレシーズンテストでエアロダイナミクス面での欠陥が発覚。さらにエンジンの信頼性にも不安を抱えるという最悪の状況で開幕を迎えた。開幕戦オーストラリア GP では次戦のエンジン交換を見越して最終ラップにチェッカーを受けずピットインする戦術的リタイヤが物議を醸した。 結局、ノーポイントのまま、第3戦までを消化した。ヨーロッパラウンド初戦の第4戦3割の GP では、マシンに大幅なモディファイを観光。バトン3位、佐藤5位とダブル入賞し、復活の第一歩と思われたが、レース後の車検で最低重量違反の疑いをかけられた。5月5日に、国際高訴裁判所で裁定が下され、BAR を、 サンマリの GP リザルトから除外することに加えて、スペイン GP と、モナコ GP の2戦出場停止、以降6ヶ月の出場停止という厳罰が決定した。第8戦カナダ GP ではバトンが、ポールポジションを獲得したが、レースでは2台ともリタイア。第9戦アメリカ GP では、ミシュランタイヤ使用チームがレースを棄権するなど、まともに戦うことも、ままならなかった。 その後のヨーロッパラウンドではようやくマシン回収が功を奏し、第10戦フランス GP でシーズン初ポイントを獲得。バトンは最終戦まで10戦連続入賞、2回の3位、表彰台と活躍を見せた。しかし、佐藤は完走するものの、レース中の接触やマシントラブルなどで、 ポイント圏外でのフィニッシュが何度もあり、第13戦ハンガリー GP での8位1回に終わった。第11戦イギリス GP では、フォーメーションラップ中に、ステアリングのボタンを押し間違い、エンジンストールするというハプニングも起こった。最終的に、コンストラクターズランキングは、前年の2から6位に交代した。サンマリの GP 終了後の車検において、3位。 入賞したバートンのマシンから燃料を抜き取ったところ、車重が最低重量規定の 600kg よりも 5.4kg 軽いことが判明した。燃料のメインタンクを空にした状態では 600kg を上回っていたが、予備タンクに余っていたガソリンまで抜くと規定値に達しなかった。この年のホンダエンジンは、予備のコレクタータンクに一定量のガソリンを貯めておくことで、 車くらい変化に影響されず、燃料を安定供給する仕組みになっていた。市販車でも使用される装置であり、事前のマレーシア GP で FIA 技術院の査察を受けた際には問題とされなかった。BAR はコレクタータンク内のガソリンは構造上使えない燃料であると説明。 レース中常に 600kg 以上の車重で走行していたというデータを提出し、レーススチュワードの理解を得て、一旦はリザルトが認められた。しかし、国際自動車連盟は、コレクタータンクの燃料が重量規定をクリアするためのバラストではないかと主張。レーススチュワードの判断を不服とし、国際控訴裁判所に対して、 BAR の2005年シーズンの選手権からの除外と罰金100万ユーロを求めて提訴した。最低では濃いかつ悪意のある反則行為は認められないと判断されたが、BAR 側がレギュレーションを独自解釈したことが問題視された。車体の最低重量に燃料分を含めるのかどうかは明文化されていなかったが、 1994年にレース中の再給油が認められて以来、ガソリンをすべて抜いた状態とするのが通例となっており、チームがレギュレーションの確認義務を怠ったことが処罰理由とされた。しかし、FIA の強硬姿勢には政治的な思惑も垣間見られた。当時は F1 に参戦する自動車メーカーが FIA と対立し、グランプリワールドチャンピオンシップ、 グランプリマニュファクチャラーズアソシエーションを結成して2008年から独立シリーズを立ち上げると宣言していた。ホンダは GPWC 側に接近し、グパマへの改装時にメンバー入りしていたため、清掃のスケープゴートにされたという見方も存在した。BAR は民事訴訟も検討したが、この裁定を受け入れ、出場停止やけのヨーロッパ GP 以降は6キログラムの バラストを余分に搭載して出走したアメリカ GP での007バトンガドライブホンダ RA005E ありがとうございます